アッチソンとピカーンド、サンタフェ鉄道は一組の AB、A、BA、ユニットを購入した。1947年製造。フェアバンクスモースエリービルトとは、フェアバンクスモースが1945年12月から1949年4月の間に製造した電気式ディーゼル機関車である。本シリーズはアメリカンロコモティブの PA や GM エンドの E シリーズに対抗して開発された。 名称は、当時、フェアバンクスモースのウィスコンシン州ベロイトの工場では、スペースの都合で車体が製造できず、ゼネラルエレクトリックのペンシルベニア州、エリー工場で車体が製造されていたことに由来する。製造量数は、A エリーと呼ばれる A ユニットが82両、B エリーと呼ばれる B ユニットが28両であり、すべてアメリカの鉄道会社に販売された。 各車両が搭載するエンジンは2000馬力の重機等にストローク対抗ピストン式ディーゼルエンジンであった。後に少なくとも1両がエンド567系エンジンに換装された。台車は三軸台車で、車軸配置は A1AA1A、すなわち中央の一軸が有輪であった。これらはアルコなどが使用していた台車と同一の中鉄製のものだったが、 一部の車両は、組み立て式の台車を装備していた。車体は、キャブユニットタイプで、そのデザインは著名な工業デザイナーである、レイモンドローウィによるものであった。全長は64フィート10インチ。運転席前面の窓ガラスは、当初長方形であったが、1947年3月製造部により、局面ガラスを採用した。廃車後、数量の B ユニットが、 カナダ太平洋鉄道に譲渡され、オンタリオ州、スミスホールズレール溶接工場に送られた。それらの車両は、エリー・ラッカワナ鉄道の塗装スキームを逆にした、CP の塗装スキームに塗られた。1990年前後に、CP のロングレールプラントは、エリー・ビルトの機関車と共に、マニトバ州近くのトランスコナに移転した。それらの機関車が廃車になった時、 CP の溶接工場により4点の台車が解体を免れた。その台車はオレゴン州に送られ、メキシコから送られきた台車を書いたままの2両の PA に組み合わされ使用された。今日、完全な状態のエリービルとは1両も残存していない。ありがとうございます。